ありがとうございます。今日は、9月の16、17、18で今年も同人フェスを開催する運びとなりまして、はい、そこで、私が張り合いかけた盆栽も売ってみようということでこれをちょっと今回は心拍を張り替えかけて、はい、で売れるような盆栽を作っていきたいなと思います。はい、今日やることとしてはこの幹、まずは枝抜きと、あとはちょっとシャリをつけてあげて、最後に針金かけて終了かなと。包装は、包装としてはまず特徴が、どっちかというと細幹なのかなっていうところですね。上の方は続いてますので、この辺とこの辺の幹の差っていうのは少しあるんですよね。この辺は細くて、こちらは中ぐらいというか、この幹の動きっていうのを見せてあげたいので、この辺のいらない枝は取ってあげて、あとは基本全部軽くしたいなと思います。細さを出すために、頭もちっちゃく枝も少しコンパクトにしてあげて、細さを強調できればなと思いますね。ちょっと時間かかるとは思うんですけど、一つ一つ作業をやってって商品にしていきたいなと思います。分かりました、はい、これ全部抜いちゃう。ここいらないんじゃないかなと思います。そうですね、これがこっちの上隠してますもんね。そうそう、正面はこのぐらいにしたいなと思う。正面このぐらい、これもいらない。いや、一応取っとこうかな。取っとこう、その辺はおい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 、こういう感じで、はい、やっていきたいと思います。元気よくやります。まず正面なんですけど、ちょっと見てみた中で、基本分陣に作りたいんですよね、この木を。なので、少し立ってるような木にしたいんで、角度としてはちょっとこのぐらいにしようかなと、っていうのはこの枝と、この枝が使える枝になるかなっていうね。このままだと、横向きの枝ですよね。あんまり厳しさがないで、つついた雰囲気になるので、若干下がって、落ち枝に見えるような感じ。角度を変えると落ち枝に見えると、はい、で、あとはこのぐらい斜めから見るとこの幹の動きも出てくるのかなと。なるほど、ちょっと葉っぱで見えないですけど、はい、で、これをちょっと取ってあげて、ちょっとこれだけ先に取っちゃおうか。そうそう、あんまり正面なので、シャリというか陣にしてもしょうがないと思うんで、こんな感じかな。バッチリ見えるようになりましたね。幹の動きが、うねりが見えるようになったと思います。あとはちょっと長いのを切っていきたいんですけど、まずね、頭これにしようと思います。それから頭、じゃあ天神、天神にして、ここら辺は全部、はい、この辺でちょっとこの辺も全部いらない枝ですね。この辺は枝先までちょっと残してあげた方がいいかもしれない。天神にするときに必要になってくる。はい、で、今の時期だと、いつも言うように水を吸ってるので、幹むきやすいんですよ。8月も、だから僕はこの状態のうちにも取っちゃいます、これで半年とか置いとく人もいるんですけど。あ、そうなの、わざと枯らした方がいいんだ。枯らしてからって人もいるんだけど、松もやっぱり一定2種類、はい、その場で削っちゃう人と、そのままに取っとく、樹液吸わして固くしてから削るっていう人もいて、へえ、僕は置いといちゃうな、松は、っていうのは削ると樹液めっちゃ出るんですよ、削ったところから、それ考えるとスピードなら削っちゃった方がいいんですけど、お客さんのとかあんまり外に見せないようなやつはもう置いて、でそこにもカットパスつけといて、で半年後とか1年後に削ってあげる、松の場合はそうすると、心拍は剥いちゃうと、剥きやすくなるんで、枝を抜くんですね。枝を抜きますね、はい、まず裏枝はなるべくちっちゃくしたいんで、ちょっと下から出てる、これ長いの、はい、基本長いのを切っていっていくイメージですね、こういう木の場合は。こういうところも、これ差し枝というか一番切
き枝になる部分なんですけど、はい、にしても長いんですよ、この細幹の中にこんだけ長い枝って、うん、ちょうどね、これどれぐらいだろう、半年以上うちにある木で、うん、樹勢上がってきてこういう胴吹きが強くなったんですよ、はい、だからこういう胴吹きを生かしたいんで、もう切っちゃう、ここで、うん、立て替えです、はい、使えるように。ちょっと前にコメントで枝がこう徒長させて、うん、なんか間延びする、はい、した時どうするんですかって言ったやつの答えがこれですね。ですか、じゃないですか、立て替える、立て替えるですね、うん、こういうちょっと長いのも取ってあげる、まあ、短く短くできるわけです、はい、でこれをずっとやっていくことによって、枝を短く維持できるので、うん、大きくならないっていう考え方ですね、はい、でこういう分枝の木の場合はそんなにもう葉の量はいらないんですよ。だからもうなるべく透かしてあげた方が作りやすいというか、針金をかける本数も減らす、少なくできますし、一応確認なんですけど、はい、これはフェスまで売らないでいいんですか、予約とか問い合わせでも売らないで、そうなっちゃうんだね、そういうのあります、売りませんだから電話とかで、あ、それはね結構あるんで、うん、あるんですけど、それは今回電話しないでください、はい、あとね、もう過去の動画の抜き欲しいんですけどありますかがめっちゃ来るんですけど、ないですほとんどないです。しかも大きいのならまだ残ってる可能性あるけどさ、大体もうね、その日のうちにねお電話いただくことが多いです、その日っていうか次の日の朝動画上がった時、うん、でもないでしょ、そう、ない、そう、だからあまり少額のやつはすぐ売れちゃうんで、あまりちょっと電話連絡いっぱい来ると困るかもしれない、ね、短く短くしていく方が、まあ、この木にとっては、まあ、いいというか、この細幹を生かせるので、しっかりあの長いのはいらないっていうふうにもう決め打ちして作っていっちゃった方がいいと思います。幹が細いと枝も短い方がいいってこと？そうですね、まあ、長く長いっていうのもあるんですけど、それも木によるっていうか、だから枝が短い方がその大きく見えるみたいなのがあるでしょ。大きく見える、だ勢いがあると見える、勢いが出るという、まあどちらにしろ幹には近づきたいんです、なるべく。そうですね、そう、長くても短くても幹には寄せたい、うん、切るときはやっぱバランスですか。バランスですね、一局あるとことないとこを見分けてないとこに持ってったりとかいう感じでやっていけばいいと思います。ちなみに昨日気づいたんですけど、はい、東樹園フェスの翌週が盆栽大野さんが企画してる秋の大収穫祭、うん、前にも動画上げた、うん、でその翌週が随所って、みんなお財布ね大変ですよねこの関東近郊の人は行けちゃうとね、行けちゃう悩みがあるんでしょ。だからそこでなんか夏盆栽やんなかった人もまたやり出す感じしそうだよね。各祭はクラブ、うん、クラブどっかとね合同でやるみたいな話してて、ざっと大まかな枝抜きは終わらせました。でもこの時点でもう針金かけたことを想像するとね、うん、ある程度形見えてますよね。こんな感じ、上は重いんですけど、うん、とりあえずこのままにしとこう一回。なるほど、これがだから難しいですね、さっき言ったの。なんとなく分かりました。うん、でもうん、そうだからここがないと寂しくなるっていう、うん、ただちっちゃく作る分には、うん、こういうのが必要なんですよ逆に、はいはい、流しすぎっていうのも今度はあんまりあったかみがないというか、うん、感じがするんで、こういうちょっとでもつけておくとだいぶ雰囲気違いますね、うんうん、初心者の方でこういうのを真似てやる方でもう全部流すって方いらっしゃるんですけど、 あれはちょっとやりすぎっていうか、やっぱ反対の枝も必要なんですよ、返し枝というか、ちっちゃく、ちっちゃく流れを出すためにはやっぱりちっちゃく、こっちを強調させるためにっていう、ね、ここも短くした方がバランスいいですね、やっぱこの幹に対して、そうですね、幹に対してはね、でこの辺が重いんで、うん、その辺は後々やってあげればいいんじゃないかなと。わかりました。次はちょっとシャリ削っていこうかな。シャリ、はい、もうある、ここあるけど、ここがあるんでこれにつなげたいですね。あ、下はやっぱないんで、ここにここをシャリにしていきましょう。
やっていきましょう。元気よくいきましょう。はい。これつけてない。私はどうかな。扇風機忘れです。こういうのはぜひ皆さん差し切りしてあげてください。はい。こういうのが将来の盆栽になります。はい。SDGs です。言うと思った。ちょっとさっきちらっと説明したんですけど、ここにもうすでに1本シャリが入ってます。で、これ理想的なシャリですよね。外側に来てるよ、ね。で、これをぐーっと辿っていくと、こっちがここなんですよ、うんうん、はい。まあでもここ微妙なところだな、これがこっち行っちゃうかな、まあ、こっちも下も外側に出てくるといいと。ここなんだ、でもなんで理想は繋げたいんですけど、繋げずにここ行って止めちゃうから、基本的にシャリっていうのは外側につけたいんで、はい、ここをちょっと削っていきたいと思います。あ、そっちからいっちゃうか、うん。で、まずはちょっと切れ込み入れるんですよね。そうするとピーッと抜けるようになるん で、僕はいつもこう切れ込み入れちゃいますよ、まず下に。そうするとここで切れるから、あの止まる線をつけていく。そう。で、このまま上に持っていくような感じですね。結構広くいくんですね。うん、大丈夫、このぐらい。うーん、あのちっちゃい木とまた別なんで、若い木はね、水水の数が決まってるからあんまり削れないけど、こんだけ水水があるから大丈夫、大丈夫。繋がってるように見せてます。見して、重なってるからそこで止めてるんだ、うん。ああ、でも分かんない。もうこの粘点してる感じ出てるんですよ、うん、こうやって。なるほど。こっちのスタートはじゃあまた埋まってるの？こっちのスタートは埋まってる。ああ、ちょっと確かに分かんないかも。これ入ってるだけでだいぶ印象違うと思うんだよね、うん、違う。この辺も太いんだよな。やったほうがいいかな。やったほうがいい。やったほうがいいと思う。シャリをね、入れて細く見せるっていう。そうですね。ことができますよね。一番なのかな、これもつなげると。ここには入ってますよね、これシャリ。いや、だからこっち側にこう、ああ、そっか、これじゃダメ。ここに入ってる。これはシャリでしょ。ここ、あ、ここ枯れてんじゃん。そうそう。どうですか、シャリはこんな感じで、うん、OK、その今削った部分を見せてください。はい、ちょっとシャリに見えるような感じにしました、うん。まあ、裏から見るとね、もっとはっきり出ると思うんですけど、はい、こんな感じですね。じゃあ次、うん、今度は陣のところですね。これも同じように削っていきます。はい、上もやる。天神も削る。天神も削ります。まあ、ざっとこの辺の陣ですね、うん、もう削ることができて、あとはこの辺もちょっと途中なんですけど、はい、とりあえず次、針金掛けをしていきたいので、はい、まあ、構想としてはこう、この辺が裏枝になって、うん、これはまあ引き枝で、これを若干この前に持ってきて、このスペースを埋めてあげたいなんです。前なんだ。ちょっと前に持ってきて、これががっつり開くとちょっと寂しいかな。ちょんちょんちょんと棚がいくつかあるような木にしていけば、この木が大きく見えるかなと思うので、そういうふうにやっています。うん、頭を起こすのかな。いや、こう振って左流れっぽく、うん、いきます。ということで、はい、はい、やります。お願いします。で、心拍の針金掛けなんですけど、ね、さっきから言ってるように水を吸ってるので、うん、時期的にはベストではないですかね。皮が剥がれやすいと、まだ皮が剥がれやすいので、うん、この辺はちょっとタイミングとしてはあんまりよろしくないかな。はい、では皆さんもやるときは注意してくださいと。はい、やる場合は、はい、急いでないなら冬の方がいいよと。で、まあ、秋ですかね。秋ぐらい、11月とか。でもできなくはないと。できなくはないことです。幹はもう動かさないですね。じゃあ幹はもうそんなにやらないです、うん、売り物なんで、はい、で本当は頭もこれもね、うん、もうちょっと起こして鉄棒でこうしたいんです
あ、起こしたいんだ。そう、でもそうすると売れないんで、ほんと引っ張っちゃおうかと思って、うん、後で。あーはーはー、ちょっと起こす、うん、そしたら起きるんで、うん、まあ、下枝、まあざっとこんな感じでかけました。で、はい、これからちょっと細かいのかけていきたいなと思うんですけど、うん、まあ、とりあえずこんな感じで上までやってってかなと思います、はい、ちょっとこの後、はい、ちょっと出仕事があるんで、あ、帰ってきたらちょっとやります。完成はいつでしょうか。あの、明日までに。明日、はい、やってきますんで。じゃあ明日また私がここに来て、はい、うおぉでげえ、映ったかな、何場所かわかんないけど、またここに来てじゃあ、はい、撮るということで、午前中、はい、午前中にじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは明日まで。どういう、どうすればいいの今の。ジャンプとかじゃないんだ。逆行ってみた。トライしてください。顔が何なんだ。翌日、はい、早寝がき終わりました、はい、まあ、全体的にもちょっとこじんまり、うん、幹に近づけて作ったので、頭をちょっとちっちゃく作って、木が大きく見えるようにっていうふうに心がけて作りましたけど、なんかすごいバチッと決まってる感じが、はい、で天神もあのちょっと曲げて、あの上に立たして強調できるようにやりました。なんかどっか寄せるっていうか、ここか、ここね、ここバンドで養生して、で思いっきり引いてあげて、はい、幹に近づいてきました。で頭も少し立って、それをおかげでもっと前にせり出したんですけど、うん、なるほど、奥に行ったんでよかったなと。さすがですね。いやいやこういう感じです、はい。まあ、ちょうどうーんと似たような大きさの鉢で、うん、いい鉢があったんで、上に植え替えて商品したいなと思います。わかりました、はい。赤い、長方の鉢がちょうどあったので、雰囲気のある、うん、これを、まあ、合わせてあげれば、うん、雰囲気出るかなと思って、はい、今回はこれを使っていきます。ちょっと音を聞いていただければと思うんですけど、はい、あのちょっとねミューが入ってて音がするんで、うん、この辺は本来なら結構値段するものなんですけど、はい、これに使って売り物でそんな高くなくしていきたいなと思います。なんか説明下手じゃない。で匂いが気にならなければ、うん、うん、と思います。あの見た目はいいの、見た目はね、はい、いい感じだと思います。現在台風が、自転車で来ちゃったけど雨降ってきましたね。マジでスチールだ。スチールのこの、これは棒を入れてるから切れない。この木の場合はこれぐらいで植えてあげたいんで、うん、まずは重要なのはここですね、はい、で根っこは入る大きさぐらいに切って、うん、あとはそのままでいいかなと、うん、最小限の根のカットそうですねっていう感じで、その植え替えなんですけど、はい、まあ基本的に極力やらないんであればやらない方がいいですね。松なんかは我々だったら やるんですけど、御用松とか、はいはい、一回活動が終わってるんで植え替えできるっていうのは先代からのずっとあれでやってるんですけど、うん、まあね、春にやるのに越したことはないと思うんで、はい、春にできた方は別に特にやる必要はないかなと思います、うん。まあ、あの本当に水やりですよね、結局は。結局は植え替えあとは、夏植え替えた後の、うん、ここをしっかりやってあげれば、まあ、特に強い木なんかはここまで影響はないとは思うんですけど、逆に言うと春の植え替えで枯らした木もあるし、僕は、うん、その木の樹勢と関係なので、うん、だからこの時期に植え替えできるんですかっていう質問には、木とかその人の水やりによるってことだよね、うん、そうそう、あとはできるかできないかといえば
その人次第、環境次第。もちろんできる。できるけど、環境と。環境と。木の状態と。状態と。あとはこれも、だいぶ枝抜いたんで、はい、根っこは落とせるんですよ。うん。嫌いには言えないと。そう。結局、もみじとかを、その、今の状態で根っこをバーって落として、やると、うん、それは、ダメですよね、っていう風になるんですけど。うん、入りそうですか。入りそう。入りそう。さあ、根も強くなってきました。台風来てますか。台風来てます。今日雨やみますか。やみません。こんな感じかな。うん。砂じゃない、炭が入ってますけど。はい、炭入りです。で、こっち側を高くしたいんで。奥ね。うん。うん、土入れるところで角度調整してあげるとアウトは楽ですね。締め込みました。雑巾で鉢を拭いてあげます。結構古そうだね。ね、雰囲気ありますよね。だいぶ乗った。拭く時も、うん、こうやってやるんじゃなくて、人差し指にしっかり神経を通らせる、もうここに神経を持ってきて、うん、感じながらやってあげた方がいいですね。はい、OK。冒頭で言いましたけど、9月の16、17、18で、はい、今年も東寺園フェスやるということで、そこで売れるような木をちょっと作ってみました、うん、はい、鉢にもあったし、ちょうど何でしょう、こじんまりと想像通りにできたのかなと思うので、うん、まあ良かったのかなと。まあ最初これぐらい長い木だったのを、うん、バツ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 落としてって、でコンパクトさにできたっていうのは、この木を引き立てられたのかなと。そうですね、はい、なんか最初言ってたその角の枝、そうね、これね、うん、うん、それとその下、ね、そうそうそう、こことかもね、あった方がいいですね、やっぱね、うん、急になくなると寂しくなっちゃうところはあると思うので、うん、まあもう少し、枝数を落としてもいいのかなとは思いますけど、うん、まあ、売り物なので少し枝は多く残してきました。もう少し枝上の方だけにしてもこの細さが効いてくるんで、うん、例えばこの辺なくして上だけで作るとより文人らしいような気になってくると思うんですけど、うん、まあ、その辺は好みで、この辺なんかもいらないか、いらなくなるかもしれない。そうするとここだけで作るとか、そっちだけ、うん、そうするとね、細さがもっと強調できて面白いとは思いますけど、うん、まあ、それはご購入いただいた方が聞いていただければと思います。そうするともっと細く見えてきますので、うん、ぜひ楽しんでいただければと思います。
で、この商品はフェスまでは売らないようにってしておきますので、はい、お問い合わせも受け付けておりません、はい、ってことね、はい、そこは重要ですね、はい、ということで、はい、この盆栽が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします、はい、コメントもいろいろやってほしいこととか言っていただければやっていきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今後フェスに向けてまだ作るんですか？作るのと仕入れはすごく増やしていきたいと思いますので、鉢、うん、なんかも、小鉢結構入りましたので、そういうのも売ってったりとかできればなと思いますので、うん、ぜひ皆さんこれ持って来てください。お金持ってきてください。お金貯めて、そうですね、無駄遣いせずに来てくれる、はい、あとはファンの方とかの誇りになればなと思いますので、うん、そうですね、はい、そういう機会に、せっかくね、あんまりこういう趣味ってなかなか同世代の人と喋るっていうのがあんまりないと思うんですね、同世代っていう方って、うん、でもせっかくフェスになると集まりやすいと思いますので、はい、そういう方々と楽しんでいただければと思います、はい、思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。